本間洋先生の、株取引ですね。いろいろね、絞ったんですけど、日経225、日経225からですね、ポジション作りました。こちらですね、私のポジション。こうですね、銘柄。どうでしょうかね。で、これだけ。量が多いんですね、これね。これだけですね。全部で。日経225のね、こうですね、取引。買い売り、こうなってるんですね。よくね、見ていただきたい。こうですね。どうでしょう。この6ヶ月間で見た方がいいかな。ね。6ヶ月間の銘柄のね、純方向張りのね、再取引ですね。どうでしょうか。1300万、120万、160万、300万、79万。230、170、250万、120万、70万、70万、36万、55万、117万、100万、110、119万、70万、119万、123、63万、355、43、104、53、90ぐらい、60、200、200、270、260、105、340、5000万ぐらいですかね、仕込みはね。5000万ぐらいでしょう。5000万いかないかな。これは1365万だから、まあ4000万か5000万ぐらいですね、この仕込みが全部でね。これね、34銘柄仕込みました。これ利益上がったらいいですけどね。めんどくさいから総合的に見て計算しちゃうな。ね。これ全体的に平均でプラスになったらいいなっていう感じですね。じゃあ全部計算しちゃって。どうですか？これは再取引の順張りね。順張りだからね。これはだから買ってるでしょ、上だから。買ってんですよ。ね。これが、これも買ってんのね。これは売ってんでしょ。売り、これも売り、これも売り、これも売り、売り、それのこれだけちょっと見とくかね。これ全部売りだから間違いない。これだけ間違ったな。これ売りなんて買いだな。これ買いです。間違えましたね。もう一回見ていきましょう。これ買いでしょ。
これ売るね。売りを見たことだ。これでみんなね、下行ってる。そして買いは、これ戻ると思うでしょ。これ流れるんですね、大体。四角ということですよ。どうですか、34銘柄。はい、浜谷先生の株取引でした。今これ仕込んだのね、ですね、仕込んだやつです。どうもありがとう。